今日も始めておきます。はい、お願いします。話題は、ね、山本一太の話題と、はい、そこからつなげて9人連続殺人と、はい、いわゆる政治活動家とか政治運動家って人と漫画、アニメ、ゲームの話、さっき言った、はい、それからマスコミが書かないイラチの問題から最後は美濃のお芝居、演劇の話で、はい、分かりました。はい、そういうわけでね、ツイキャスで見てる人、どんどんね、今日はね、メッセージくれるとありがたいと思います。政治のことについて考えちゃいますからね、よろしくお願いします。ダメ、こんなオープニング。いやいや、最高です。これどちらですか。これ海底軍か。海底軍、ああ。でも見てますよね。そういうわけでね、ゴールデン曜日のゴールデンタイム、毎週金曜日、ゴールデンタイム午後8時から30分お届けいたします。私アニマーリキのクールジャパン沖縄、今日はね、威勢のいい曲から始まってるけれどもね、たまにね、この曲をね、不勉強な人、ゴジラの曲とか言ってね、大げさなことを言ってね、どっかなんか檻の中入っちゃってる人いますけれどもね、これゴジラの曲じゃありません。ニラオ君もね、この曲をね、ゴジラって言ってましたけど違います。この曲は福部明さんで海底軍艦。分かる人しか分かんないよね。今日こう突っ込んだ話するからね。ツイキャスはもうどんどんメッセージしてよ。残り2分ぐらいになります。はい、でも本当に調べてないんだけど、これアメリカとかイギリスのヘビーメタルめちゃくちゃ影響を与えてるんだよね。あ、だからこのギターのリフっていうじゃん、はい、リフレインところから同じこと繰り返してるの、リフレイン。はい、これもうヘビーメタルのギターのね、リフのね、もうよくあるパターン。この伊福部昭って人が、日本の作曲家がいなかったらギターのリフってものは存在しないんだよ。あー、なるほどですね。いや、でも確かにそうだと思う。あのね、メタルチャーチってバンドが、はい、マイム・ヘイバリット・ナイトメアって曲があって、それ思いっきりゴジラとかこの回転空間とかガンガンギターソロ入ってくるの。かっこいいですね。うん、いやでもロックはやっぱりもともとオーケストラかなっていうのは本当に大げさなんで、特にヘビーメタルっていうのはハードロックじゃないからね、はい、ジャンル問わずだってね、こういうなんていうのかな、王業なね、ストーリーがね、文学的ストーリーがあることってのがヘビーメタルのね、定義だから。はい、それでね、ツイキャスで見てる方、どんどんコメントください。潜ってね、大げさとかね、あ、シュープリームさんともありがとうございます。それを飲ませていただきますね。ね。あと、それが今日政治の話でいいですからね。今日ね、あれですから、政治問題。特に大げさなやつとか、大げさなやつの話。それから、Y。ね。大げさと組んでる Y の話とか、がっつりしますからね。あと、ニラを。ニラの話、がっつりしますから。どんどんコメントしようね。マジでやりますから、今日。で最後は拉致問題ね。拉致問題いきますよ、今日は。まあ、地上波の方はね、ちょっとね、ここまでこの話できるかどうかと、オブラートに優しくくるんでも、大げさな話とかね、Y の活動、自称活動家 Y の話とかね、ニラの話とか、バッツリ入れますから、はい、あいつらがどんなこと言って、どんなことやってるのかっていうのをガンガンバラしていきますよ。俺はね、FM21 ほど甘くないからね、俺はね。
はい、そういうわけでね、毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイム、お届けしているのはクールジャパン沖縄、私アニマン兄貴こと金沢智也がお届けしております、隠れもしません金沢智也本名でございますんでね、よろしくお願いいたします。たまにね、あの金沢智也って言ってね、今日もね病院行ってきたんですけどね、金城さんって言われることあるんだよね、金沢って書いてあって。そういうわけでね、今日はね聞き手がね言いますけど、匿名希望、いえ、あの名前言っても大丈夫です。言ったらまずいんじゃない？いやいや大丈夫ですよ。内容が内容だから。ちょっとまずいよ。ちょっとね、まあ、大変。今日政治だよ。実名出すよ。はい。うん、まずね、もう今日はもうまずね、この話題から。はい。まあ、クールジャパン沖縄ですから、もちろん当然クールジャパンなね、うん、話題から入りますけど。はい。山本行った。おお。あのね、この間、はい、東京行ってきたんですよ。はい、先月。知ってるよね、はい、俺ちょっと2週間休みもらってね。そうですよ ね、はい、でそれでその時にね会ってきたね、あの議員の一人が山本一太さんだったわけ、はい、それなのにね何日か前に、はい、山本一太さん大ボケかましやがって。どんな大ボケ？アニメとかばっかり見てるとやっぱりあのこういう犯罪傾向とかちょっと強くなるよみたいなね、なこと言っちゃったんだよね。いやそれまずいよね。まずいですよね。うん、まずいんだけど、あの正直言うとね、まあ、その後にね訂正したんだけど、はい、あの地上波で流れてるテレビでの謝罪をニコニコでやってるっていうね。違うでしょ。地上波でやっちゃったもんはね、地上波で謝んなきゃダメだと思うんだよね。そうですよね。もう、うん、謝罪が伝わんないんですもんね。うん、だって見た人にね伝わんなきゃダメだから。はい、これはちょっとね、はい、でしかもなんかあの人立場がね、はい、立場が自民党のねクールジャパン推進のねあの人幹事よ、会議の会議の幹事っていうか、あの人一番偉いのよ、会議の主催で、はい、また一人議員入れた、また一人議員入れたって喜んで、はい、ついこの間また一人議員引き込んだよって言って、正直言います、あのこの私にね、アニマニキの私にまた一人増えましたから、これで沖縄とも連携取れてうまくいくといいですねとか、はい、それから、沖縄もこの間実際に会った時には、はい、あの沖縄の方もねいろいろ苦戦してる、大変だと思いますけれども、苦戦の、ね、部分もあると思いますけど、はい、どうぞアニマンさんね、ちょっと手こ入れしてやってくださいね、よろしくお願いしますって言われたんだけど、はいはい、俺東京にいるから手こ入れできねえんだわ、うん、俺ねもう今回ね選挙の活動するのめんどくさいから逃げてきてたからね逃げてたから東京に、はい、うん、で山本一太さんね、はい、そういうちょっと落ち度したんだけど、ツイッターとかね、はいはい、ニコニコでね、ニコ生でね一生懸命まあ、ブログとかでもね一生懸命弁明してますんでね、あ、この弁明を追い打ちかけてる人ははっきり言います、はい、追い打ちかけちゃダメです追い打ちかけちゃダメです。そうですよ。なぜでしょう、まあ、いじめちゃダメっていうのを僕的には、違う違う、追い打ちかけると、はい、あの人ほら、ちょっとつながりのあるね、はいはいはい、んとか会議っていうとこがね、はい、やっぱアニメとかあんま好きじゃない人、なんちょんなほにゃららね、はいはいはい、LGBT 問題もそうだけど、はい、まあ、いろいろあるもんだから、そういう大人の事情があるから、はい、いじめずにここは許しますから、言うこと聞いてくださいねこの後っていうのが大人のやり方ですよ、大人のやり方。なるほどですね。今回私許しますから、はいはい、もう LGBT 問題もね、はい、クールジャパン問題も、はいはいはい、結構私発言力あるの知ってるよね、はい、知っておりますよ、ね、もうそれで、はい、ちょっと山本さんに京都と沖縄でクールジャパン特区作るって言ったのに、京都は勝手にクールジャパン特区宣言しちゃったの。あ、そうなんですね。県で、だから残ってんの京都か沖縄だから、沖縄残ってんのよ。お、はいはいはい、で今俺が沖縄の宜野湾市にクールジャパン特区持ってくるか茶谷に持ってくるかっていうのをちらつかせてんのに、はいはいはい、ちょっと宜野湾のね S 市長、俺より一個したの、はい、あんまり乗り気じゃないから、はい、もうしょうがないから茶谷のね町長、スターウォーズのヨーダが町長やってるでしょ、ヨーダっていやいや、ヨーダって、まあ、でもヨーダさんすごい人ですか、ヨーダそっくりじゃんだって重鎮だし、フォース使ってるしねフォース特化だからね、あの人ね、知らないそれ、今から何年か毎年ね、はい、俺がやってる茶壇でやってるコスプレイベント、はいはいはい、前まではヨーダ町長、茶壇のね、まあ、野国町長ね、ヨーダにそっくりなんですけど、ヨーダ町長来てたんですよ。あ、そうなんですね、挨拶に、はいはいはい、でね1回目の時
あの心臓手術して、あフォースじゃなくて、はい、心臓につながってるホース結果バイパスホース手術して、そうそうバイパスして2週間後にあの来て、はい、炎天下32度ぐらいのところで、はい、下で10分、5分の、3分だあの時、はい、体調のことがあったから3分の予定の挨拶が10分挨拶した後にその後下に行って、沖縄西とそれから、RBCI ラジオとかテレビ局2局、インタビューを答えて1時間半ぐらい炎天下にいて、マジかよ。すごいですね。うん、政治が怖いね。元気ですね。うん、やっぱもうあれはホースのどっちなんだろう。いい面なのかな。暗黒面なのかな。いや、いい面なんじゃないですか。まあね、はい、そうやってね、北谷町にね、まあまあ、僕一人で頑張ってもしょうがないんでね、皆さんのね、理解が必要なんですけども、そのクールジャパン特区構想ってのはアベノミクスのね。はい、公約なんです。公約なんですね。公約の中でね、はい、これ目玉だったの。で京都はね、一生懸命、やっこっちに取ってください取ってくださいって言ったんだけど、はい、遅いから、はい、でそれを中心に山本一太さんが一生懸命ね、うん、早くクールジャパンと進めようよって言ってたのに、まあ遅いもんだから京都府は勝手に始めちゃったと。しびれを切らしたんですね、うん、府が認定して、はい、でそのクールジャパントックで、まあ、連携してんのがアニメの京アニ。あ、そうなんですか。京アニ、京アニの映画ね、バッツリほら地元の紹介してそこに集客するっていう、なんだっけ、ね、耳がほら不自由な人の映画とかいろいろあったでしょ、はい、その前の映画もあったけどね、いろいろ京アニはさ、そういうとこうまいよね。あ、なるほどですね。うん、だそれ特区構想で、京都は特区で、はい、県の予算、県というか京都府だけど府の予算でその特区を実現してる。まず要するに税制的に免除したりとか、はい、それから優遇、まあ、税制上の優遇がメインなのかな。であとそれから紹介するのに府が予算使って宣伝してくれる。わお。とか沖縄の場合全然それがない、はいね、コンテンツ産業、沖縄でね今一番有名なコンテンツ産業であるはずの、はい、竜神なんとかとか、はいはいはい、破綻中営農、はい、なんだっけ、なんかあるよね、はい、なんかね白いのね、そうですね、畑の人が、うん、畑の人ね、はい、うんうん、みたいなね、はい、畑の人なんていうんだっけ、春さ、うん、まあそういうよね、はい、まあ、それとかね、うん、マブイ組みたいなね、はい、名前の人とかねヒーローいるけれども、はい、それ結局いろんな今もうすでに人が来てる観光地とかを持ち上げるだけで、はい、今人が来てない観光地に本当は聖地作るべきじゃないの。まあそうですよね。ね、ロケ地どこどこって書いて綺麗だなとか、はい、ここの海は昔はこうでとかね、はい、俺なんか思うのインブビーチなんかどう。 あそこ今インブビーチ閉鎖されてるでしょ、はい、あそこでロケやってさ、はいはい、映画一本撮っちゃってさ、はい、ね、ここは昔ね、インブビーチグラスボートもあっていっぱいのお客さんでね、そうです、にぎわってたのに、はい、こんなさびれてしまって、はい、なんてね、いやね、あそこは砂は半分は人工だけど半分は天然のね砂のビーチで、はい、ね、もったいないよね、あれ閉鎖されちゃってね、さ、こういうのどう？こういうの。いや、それだったら本当にシナリオとかもなんか募集かけて、うん、もう実際映画の制作とかっていうのは企画になりそうですよね。そう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 。そういうのをね、クールジャパン沖縄ね、どんどんやってってもらいたいと思いますね。はい、で、その山本一太ねさんがね、まあそのアニメとかどうとかこうとかゲームとかなんとかかんとかって言ったのが、はい、まあ今話題のね、うん、9人連続。殺害事件、はいはいはい、ね、結局昨日の夜ね9人全員の身元が分かったんだけど、下は15歳から上は26歳、8人が女性で1人がね、はい、1人が男性だけど、その男性は一番最初に殺害されたね、はい、女性のボーイフレンドでバレると思って殺したとかなんとかね、うん、でも3人目から9人目は全然覚えてないとかね、はい、なんか犯人の言ってることもね怪しいんだけど、うん、まあこれもマスコミの取り上げ方でちょっと疑問に思ったことない？はい、いや非常に疑問に思ったのは、うん、なんか詳細が出てこないですよねあんまり。いやこれクールジャパン沖縄だから事件追及しないから、はい、マスコミの取り上げ方の中でちょっとコンテンツと絡めた取り上げ方だったでしょ。コンテンツと絡めた取り上げ方ですか？あ、日暮らしの泣く頃見てたとか。ああ。
ねえ、あとそれからなんだっけ、アニメが好きだったとか、はい、あと一番ひどかったのはニューハーフクラブ行って、はい、俺も女になったら美人になれるかなとか言ったっていうだけで心の闇とか書いてんだよね。いや誰でも軽口叩きますよ。いやそれぐらい、だってニューハーフクラブ行ったら、はい、俺も女になれるかなとか100% 言うよね。言いますよね。 100% 言うよそれ心の闇とか言ってたらおかしいよ、はい、なんかその LGBT とかその性同一障害だとかニューハーフに関するこういうやっぱり偏り、マスコミの偏りっていうのもちょっとあまり許しがたいものもあるし、アニメに没頭してたとかね、今度新しくだからね、今日出てきたニュース、ゲームに没頭してた、出てきたよ。でツイッターで会っちゃダメとか、そんなのばっかり。ツイッターで出会う人間はその写真の通りの人間が来るかどうか分かんないから会っちゃいけないとか、よくわけわからん、はい、ね、まあ、一時期ミクシーでね会っちゃいけないとかいろいろあったけど ね、こういうのもね、どん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 ね、あのマスコミのねその変更っていうのが、うん、ちょっと何でもその犯人がちょっと、まあ、犯行自体が異常なわけだから、はい、その異常な犯行に基づいて犯人が見ていたものは何でもかんでも異常っていうのはね、これが心の闇の原因だとか言って全部心の闇にされたらね、本当ですよね。アニメと漫画とゲームやってる人みんな暗黒だよね。もうボーリングフォーコロバインから学びなさいって言いたいですね。あ、それは言えてるよね、はい、でそういうわけでね、あのちょっと、CM はえ、もうあと10分しかないはい、あのシュープリームさん、あの CM 明けにあのメッセージ読ませていただきますのでよろしくお願いします。いやもう本当に偏見も甚だしいですよね。本当ね、偏見っていうかね、そっちに持ってきたいんだよね。その方が盛り上がるんでしょうね、実際、視聴率が上がったりとか。どう、それはどうかはちょっと分かんないけどね。まだその議論で話できる人がいるんだっていうのは疑問ですけどね。はい、そういうわけでね、この後ね、今度は、政治活動家と言われている人たち、政治運動家と言われている人たち話題ね、いきますからね。それとかその後ね、拉致問題いきますんで。ハーバー不動産、これ誰が歌ってるの、これ。これですね、ひとみんさんっていう県内の女優さんが。知ってる、ひとみんね、はい、うん、県内にまだいるの。はい、そうなんです、うん、知ってる。ここにいつもねいたもんね、座ってたもんね。そうですね、その時いつも会ってたんだよね。曜日変わっちゃったから会わなくなったけどさ、はい、うん、でひとみんちゃんからね、お芝居見に来ませんかって言われて、あ、その日ちょうど忙しいからちょっと行けないやって、その次には呼んでねって言ったんだけど、あのフェイスブックで、それ以来全然もうメッセージも何も来ないからもうちょっと悲しいなと思ってひとみんさんメールくださいなんだっけあの番組、はい、あ、エイビックの、エイビックリラジオ、はい、今はちょっと今舞台の公演で、違う違う、エイビックリラジオはあ、もうずっとやってます。やってる、はい、明日だっけ、木曜日ですね。木曜日、はい、土曜日に1回って、またも今度は木曜日。木曜日、あらら、木曜日何時からでしょ。木曜日の、夕方、7時から、はいはい、エイビックリラジオね、エイビックリラジオがやっております、うん、はいはい。そういうわけでね、メッセージのいただいております。スイキャスのでメッセージいただいております、ありがとうございます。シュープリーム、シュープリームさん、ゲストはキャン・ミサキさんですか。そうなん、まあキャン・ミサキって沖縄にありますからね。ヘド・ミサキさん、あのヘドではないですね、ヘントナさん、ヘントナ、ヘントナ、あとギーザ・パンダさんザキミそれは分かんない、まあ、あの好きなように思っててください。今日、まあ、匿名希望でいいの。ああ、じゃあもうそうしましょうか。そうしようか、はい、謎のコメンテーターと、はい、よろしくお願いいたします。他にもね、シュープリームさんから他にもね、いただいておりますけどね、いきなりメタルチャーチの話題ですか、懐かしい。そう、僕は亡くなったロニー・ジェームス・ディオが好きです。まあ、日本のロニー・ジェームス・ディオと言われていたね、高橋貴一君っていうのが、ね、いたんですけどね、まあ、今ある埼玉の方にあるね、ライブハウスのね、
店長やってますけれども、僕が書かれた仲良かったりね、女ロニー・ジェームス・ディオって言われてるねアメリカの歌手がいるんだけど、はい、この人が実はフェイスブックで俺と仲良かったりとかして、はいはい、沖縄の基地にぜひ呼んでもらいたいと思って、基地の中って結構ライブやってるじゃない。そうですよね、あれで呼んでもらいたくてね。でメタルチャーチの話題ですか、懐かしい。メタルチャーチってバンドがいるんだけどね、あのボーカルコロコロ変わったりとかしてね、あのちょっと悲しかったりとかするバンドでもあるんだけど、なかなかねヘビーなね戦争反対みたいな曲が多くてね、はい、すごいなかなかいいんですよ。うん、それからね、いったくんはほにゃららね、それはちょっと読めないの地上波では、シュープリーム、シュープリームさんもね、報道はセンセーショナルに報道したいし見出しが命ですからねって言われてもね、見出しが命って言われてもね、今もはやあのアニメとか漫画とかゲームをやり玉にあげても、うん、やってる人間が多すぎて思うんだけど、今漫画とかアニメとかゲーム好きな人をターゲットにしなかったら、はい、あの次当選しないよね。しないですよ、当選しないよね、無理だよね。あの僕ら世代は本当にアニメっていうのは普通のエンターテインメントなんで、うん、敵に回したら終わりだよね。終わりですよ。だから俺の時代からだってもうと俺54だけどさ、はい、ね、俺の時代でももうすでにウルトラマンとか仮面ライダーとかアニメ あの宇宙戦艦ヤマトとかの悪口言われたらもう入れないからね、そいつね、そんなもん で,、はい、でございますよ。でね、そういうわけでね、マスコミの話題になりましたけどね、報道はセンセーショナルにということでマスコミになりましたけど、まあマスコミもね、ある種の、ね、人たちのね、特に沖縄ではね、さっきのこの前にやってた番組でもね、はい、いろいろ話題に上がってましたけども、まあ、歌い上がってますけれどもね、まあ、いわゆる偏向報道ってのはね、日本全国どこでもあるわけだけど、はい、その中でもね、なんて言うんだろう、いわゆるね、政治活動家、はい、まあ、いわゆる新聞では市民とか言われるんだけども、まあ、そう、はっきり言って政治活動してればね、はい、政治活動家だし政治運動家なんだけど、本当はね、政治活動家とか政治運動やってるってのは行政に携わって話を前向きに進めるのがね、政治活動家とか政治運動だと思ってるんだけれども、うん、そうじゃなくてね、何でも反対って言ってね、はい、反対以外の意見ないのかって、もっといい意見出してみろって言ってね、うん、そんなのあるかバカ野郎、反対が結論なんだってね、それで話が進まない人たちがいるんだけど、その人たちから言わせると、うん、例えばガルパン、ガールズ&パンツァ、戦車が出てくるから軍国主義だって。いやいやいや、ヘタリアは軍服着てみんな軍人だから軍国主義だって、戦争マニアだって。いや、そんなことない。そういうことを言う人がいるんですよ。それをまとめてね、コスプレ右翼って言ってるね、自称活動家のね Y っていうのがいて、これがまたね、本当に頭よく狡猾に振る舞ってね、俺のところに、俺にもね、私とも昔は2年ぐらい前まではね、やり取りあったんですけどね、彼はもうアニメを好きなやつ、特にガンダムとかヤマト好きなやつは、戦争ほにゃららだから、戦争、ね、言えないやつね、うん、要するに戦争マニアで戦争大好きだから、ね、だからバトル好きなんだって。でもバトル以外のものってないじゃない。いや、映画なんてほとんどアクションですよね。ね、だからヤマトもダメ、ガンダムもダメ、ガルパンもダメ、あとカンコレゲームはね、カンコレやってるやつは軍国主義者だって。戦艦好きだ、戦争好きで戦艦好きだから。いや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 、わけわからんよ、わけわからんよ。じゃあ何だったらいい の, 料理器具だったらいいわけ。包丁とかデバ包丁とか擬人化、擬人化いいね。デバちゃんとか刺身ちゃんとかね、柳葉ちゃんとか、いや、やっべえ、怖えよ、その方が。で、バトルするとき刺し合うの？いや、怖いです。小野ちゃんとか、小野だよ、ノコギリじゃん、ガリガリガリと、骨切る音聞こえてるよ、ダメだよ、そんなんね。本当にでもね、そういうことを言う人がね、そういうこと大げさに言う人がね、今ね、まあ、折を見てね、話したいと思いますけれども、まあ、それ大げさな人がいたりとかね、今さっき言った活動家の Y なんていう人がいたりとかね、うん、それからね、ニラっていうのがいるんだよ。ニラ臭いんだよ、そいつ。うん、ちょっとね、発想とかね、全体的にわたってね、まあ、貧弱貧弱貧弱っていう、うんうん、多分まともにね、こう発達する、そういう想像力をね、想像力含めた全部を発達させることができなかった人なんだろうけど、まあ、そういう人たちはみんなこの漫画とかアニメとかゲームっていうのはバトルだから、戦いだとかね、しのぎ削ったりとか、もうこれはね、これはね、これがアベノミクスの陰謀だそうですよ、彼らから言わせると。いやいやいや、素晴らしいよ。だったら、正直言います、はっきり言います、今アニメも漫画もゲームも原案は日本かもしれないけど、作ってんの共産圏だから。
そうでしょ、ほとんど中国だから今。ね、はい、違いますからね。一生懸命書いてくれてますからね。一生懸命書いてくれてるから向こうがね、まあそういうわけでね、残り時間2分になっちゃったよ。やばいよ、もう一個拉致問題やろうと思ったんで、拉致問題来週やろう。来週やります。来週やろう、はい、来週やろう、拉致問題で、ね、そういうわけでね、シュープリームシュープリームさんからもう一言いただきました。コメントのありがとうございます。ありがとうございます。斬新な発想の方がいるもんですねっていう、いや斬新な発想じゃなくてね、結局ね、彼らのね、僕はツイッターにも今日書いたんだけど、すごい言い分をね、この Y 君っていうのはしてるんですよ。すごい言い分、かっこいい。コミケとかコスプレイベント行くやつは反対行動に、俺たちの反対行動に参加しないから敵だって言ってんだから。はあ、だそんなこと言って敵作ってどうすんだよってね。一人でも多く味方を引き入れればいいのに、はい、敵を多く作れば自分方の仲何 なんだろうね。居場所がなくなりますよ。総括かな。総括されてるのかな。うん、まあ、ちなみにね、私はっきり言いますけど、こう年代的にね、はい、僕の年代ってのは分かるように、ね、先輩とかみんなね、はい、ドカヘル買うってね、四角い角材持って殴り合ってた連中だからね、俺らの時代。そうでしょ？でしょ？俺、しかも俺、羽田高校ってとこにいたから、はい、羽田空港のそばだから、もう、毎週土曜日ガンガンやってたからね、近くの公園で。うん、萩中公園って公園があってさ、タイヤ公園って言うんだけど、はい、タイヤの置物がいっぱいあるんだけど、それ角材でみんな殴って練習してたからね。うん。まあ、そういうわけで残り30秒になりました。そういうわけで、今日の聞き手は。はい、私、匿名と。匿名希望じゃなくて匿名希望でしょ、はい、匿名希望さんと、そして私、アニマーニコと金沢智也をお届けいたしました。そういうわけでまた来週、皆さんまったろー、バイバイ。そういうわけでね、こうやってツイキャスのね、皆さんに言いますけれども、もうあと20秒で終わりか。ツイキャスでね、見てる皆さん、それからユーストリームで見てる皆さんにはね、見てる皆さんには言っちゃいますけども、あの大げさ、それから Y、ニラ、ね、それからセブン、これね、みんなね、特にセブンなんかね、自分のアニメとか見てるくせしやがってね、ニラもね、それなのにアニメオタクは、ゲームオタク、アニメオタク、コスプレイヤーは右翼だって言ってる。敵だって、わけわからん、軍国主義やって、うん。じゃあトランプで遊んでるやつは、親米派そういう発想になっちゃいますよね。でもあのトランプってのは、ほら、あの英語では本当はトランプのプレイングカードってでしょ、はい、普通にトランプとは言わないんだよ。言わないですね。でもトランプって何のことか知ってる？切り札。そう、切り札なんですよ。すごい名前で名字だよね。そうですよね。切り札です。名前かっこいいですよね。切り札ですよね。皆さんそういうのね、覚えておいてください。正しい英語とか覚えることによって、正しい知識も皆さんにつきますんでね。はい、それではどうも、シュープリーム、シュープリームさん、お疲れ様でした。残りね、8に潜ってますけど、合計33名様、どうもありがとうございました。そういうわけでね、また来週、ごめん。北朝鮮のね、拉致問題は来週お届けしますんで、皆さんどうもありがとうございました。それじゃ、まったろーん。はい、お疲れ様です。いいっす。大丈夫でした。